40歳にて本社営業部に移動。この年で新米営業マンとして参入するのはある意味異色なことだった。先輩にあたる人ももちろん年下である。それに気まずさを感じながらも、部署内の皆は優しく僕の移動を受け入れてくれていた。ただ一人、ある男性だけを除いては。彼だけはどうしても僕を見下していた。俺だからジジイは。お前みたいなジジイに何がわかるんだよ。口を開くたびに僕のことを無能なジジイと呼ぶ彼。それにもかかわらず仕事は横取りまでする始末だった。一言で言うとかなり卑怯な人間である。そんな卑怯なやり方で昇進を目論む彼に僕はあることを画策した。数日後、彼は大事な取引先で大恥をかくのだった。僕の名前は花村和樹、40歳。AB 化学という会社の本社営業部に配属される予定の40歳男性だ。この AB 化学というのは、化学系のメーカーの商品を多数扱う国内有数の会社である。全国放送のテレビで CM も流れているので、世間の知名度はかなり高い方だろう。そんな会社なのだが、ちょうどさっき僕のもとへ社長の掛谷から電話があったところだ。調子はどうだい?という挨拶の常套句から始まり、折り入った話まで。電話越しとはいえ、熱意をあらわにしている社長と僕は、今後のことについていろいろと話し合ったのだった。僕は思うことは何でも伝えるタイプの人間である。こういう時に、引き手に回るだけではなく、しっかりと自分の意見を口にできるのは、自分から見ても良いと思えるところだった。そういうわけだから、明日からよろしく頼むよ。もし問題があれば、遠慮なく私に相談してくれ。と、電話越しに優しい声色で言う掛谷社長。それを受けて僕は、彼の優しさをありがたく享受しながら、かしこまりました。改めまして、明日からよろしくお願いいたします。と伝える。その後は互いに、おやすみなさいと挨拶しながら電話を切ったのだった。つい長話をしてしまった。話が弾んだことで途中だった夕食のことも忘れ、一心におしゃべりにふけっていたようだ。予想以上に時間が経っていることを後悔しながら、僕は食べかけだった夕飯の残りに手を伸ばす。少し冷めてはいるが、まだほろ温かい。それらを食べながら、今日は早く寝ることにしよう、と考えていた。そう思った僕は、趣味に講じることなく、比較的早い時間に布団に入って目を閉じた。しかし、なかなか眠気は襲ってこない。日頃はまだ活動をしている時間であることと、やはり緊張が大きいのだろう。少し興奮気味の僕は、次の日のシミュレーションをしたり、配属後のことを考えながら、いろいろと思考を巡らしていた。期待に応えられるように頑張ろう。そんなことを胸に誓いながら、いつの間にか夢の世界へ入っていっていたのだった。そして翌日、電車とバスを使い、AB 化学の本社へ。予定より少し早めに事務所に入った僕は、本社所属の社員たちに挨拶をすることにした。おはようございます。本日より本社でお世話になります。花村和樹です。よろしくお願いします。と、当たり障りのない挨拶。声のトーン、大きさ、それらは客観的に見ても問題なく、まずまずな発信となった。対する相手は、少し驚きながらこちらを見た後。ああ、あなたが。私は佐藤と言います。こちらこそ、よろしくお願いします。という。心なしか困惑している様子だった。それもそのはずだろう。なんたって営業部所属の彼は
20代の若い社員なのだ。事前に僕のことを聞いてはいたようだが、年上の後輩にどう接すればいいか悩んでいるようだった。僕はそれを察したからこそ、佐藤さんは私の先輩なんですから、どうぞこき使ってやってください、と微笑みながら伝えた。それから、事務所に誰か入ってくるたびに駆け寄って同じような挨拶を繰り返す。皆好印象で爽やかな挨拶を返してくれるので、僕としてもすごくありがたい。年の差がある分、人間関係は少し心配していたのだが、それも杞憂であるかと思われた。しかし、一人だけ。修行数分前に入ってきた男の人だけは、どうも手応えが悪そうな返答だった。僕が挨拶をするや否や彼は、立花です。どうぞよろしく。とだけ不愛想に言う。それどころか早くどいてほしそうに、顔を苛立たしげに歪めていた。その様子に僕は嫌な予感を抱きながらも、会釈してその場を離れる。皆に挨拶が完了しており、また修行時間も迫っていたため、ひとまず自席へ戻ることにした。ちなみに先ほど佐藤くんに教えてもらったのだが、僕の席は佐藤くんの左隣らしい。若さゆえ斬新な視点を持つ彼の隣で仕事ができることに、僕は少しワクワクしていたのだった。そうして週始めの朝礼が始まる。どの会社でも行われているような決定事項の再確認が行われ、その後に改めて僕が自己紹介をする流れとなった。僕は皆の前に立ち、改めて口を開く。ここでも宣告と同じように当たり障りのない挨拶だけをした。よろしくお願いします。最後にそう言い頭を下げると、その場の人たちは温かく拍手を送ってくれる。皆笑顔でこちらを見てくれているのを受けて、僕は歓迎してくれているんだな、と嬉しい気持ちになった。しかし、その中の一人だけ、不愛想に腕組みをしている人物がいる。それは例の立花である。この人のことは事前に社長が教えてくれたのだが、その情報によると彼のフルネームは立花正弘というらしい。30歳にして営業部の課長を務める優秀な人間とのことだった。しかし実際会ってみると仕事の出来以上に冷徹さが目立つ男性である。しかも新しく配属されることとなった僕に対しては特にマイナスな感情を抱いているような印象だった。その様子に僕は先ほどと同じ嫌な予感を再び感じたまま朝礼を終えたのだった。こうして業務がスタート。自席に戻った僕は営業部長に、初日だが何をやればいいのかと聞きに行くことにした。しかし、いざ彼のもとに向かってみると、何やら急ぎ気味でバタバタと準備をしている様子。聞いてみると、この後大事な用事があるとのことだった。よりによって今日大事なミーティングがあってね。君のことは課長に一任してあるんだ。すまないが、立花課長に声をかけてやってくれ。という部長。それだけを言い残して、そそくさと出て行ってしまった。仕方なく僕は課長のもとへ行くことにした。立花課長の席に行き、声をかける僕。メールをチェックしていた立花課長は、僕の声がけに、露骨に嫌そうで、めんどくさそうな顔をしていた。だからといって、業務一日目に何も教わらずに帰るわけにはいかない。意を決した僕は、お忙しいところ、すみません。と、念のための詫びを入れておくことにした。それを聞いた立花課長は、はぁ、とため息をついて、分厚いファイルを取り出す。彼は、それを僕に雑に渡しながら、今忙しいから読んどけ。とだけ言い残し、またメールの確認に戻っていったのだった。
ファイルを受け取った僕は自席に戻り、それを開く。新しい会社の情報や業務の方法が細かく記されたファイルだったため、隅から隅までしっかりとチェックすることにした。読み始めること10分。いや、10分も経たないくらいのことだろうか。資料を読んでいた僕のところに立花課長がやってきた。そして上から見下すような構図で、読み終わったか?と聞いてくる。細かくすべてを読んでいた僕はまだ数ページしか読めていない。仕方なく首を横に振ると、立花課長は半笑いで、これだからじじいは、と言った。聞き間違いか?と思うほどの衝撃を覚えながらも、彼のことを仰ぎ見る。しかし彼は、こちらの視線などには目もくれず、さらに言葉を続けるのだった。しまいには、そんなんなら、どうせ仕事もできねえだろ、と罵倒までする始末。むっとした僕だが、ここはこらえて、立花課長による仕事の説明を受けることにした。立花課長は終始、なんで俺がこんなことを、と言いたげで、めんどくさそうな様子だ。しかし本来、配属初日だから、業務を習うのは当然のことなのだ。それなのに、彼の言動を受けると、まるで、こちらが悪いかのような気持ちになってくる。いつの間にか、申し訳なささえ、抱かざるを得ない状況が出来上がっていた。僕は、課長との間にはびこる居心地の悪さを感じながらも、精一杯仕事に邁進することにしたのだった。そんな、最悪の初日から、1ヶ月が経過。仕事も慣れてきた頃で、順調な毎日、と言いたいところだが、実際は、そんな状況とは、全く違う日々が続いていた。というのも、なんと、本社配属から今まで、まともな仕事を一つもさせてもらえていなかったのだ。僕の仕事というと、書類作成などの雑務がメイン。ただし、その書類の意義やその後の流れなどは一切教えてもらえなかった。ただ、業務的に淡々とやらされているだけだった。また、ウェブでの打ち合わせがあるときは、一応同じ部屋に入ることは許されていた。が、その実態は到底参加しているとは言えず、まさに聞いているだけ状態。なんなら一言も喋るなとの指示が出ているほどだった。つまり、その場での僕はただの議事録係である。しかも課長は定時過ぎに終わった打ち合わせでも、堂々と、議事録は、今日中に作って俺にメールしろ。と、無理強いをしてくる始末。そのくせ自分は、そそくさと退社するのだった。そんな日々が続き、いよいよ我慢の限界を迎えようというある日のこと。事務所に、掛谷社長が現れて、立花課長を呼び出した。しばらくして戻ってきた立花課長は、まっすぐ僕のもとへ来る。そして唐突に、じいじい、商談に同行しろ!と命令してきた。いきなりの命令なので、詳しい話を聞きたいと頼むが、立花課長は全く聞く耳を持ってくれない。むしろ、黙っていつも通りに雑用でもしておけ。仕事は全部俺がやるから、お前は当日、金魚の糞みてえについてくるだけでいいんだよ!と笑いながら言ってくるのだった。察するに、これは社長から直々に与えられた仕事のようである。これを成功させれば、出世につながると考えている様子だった。とはいえ、僕もそろそろ自分の仕事をこなしたいもの。恐る恐る、どうしても手伝わせていただくことはできませんか?と問うことにした。すると彼は、勝手にしろ!と半笑いで言う。加えて僕の反応を待たずして、だがメインで動くのは俺だからな。それにお前みたいな新米じじいには何もできないだろう。と笑いながら去ったのだった。立花課長が去った後、小さなため息が漏れてしまった僕の隣で、佐藤くんが
小声で話しかけてきた。課長と一緒に仕事とは大変なことになりましたね、花村さん。と、眉尻を下げながら哀れむように言う彼。その言い方に不思議な感覚を覚えた僕は、大変なこと？と尋ねてみた。すると佐藤くんは、うんうんとうなずきながら、あの人、普段からあなたに面倒な仕事を押し付けるでしょ？以前からそういう人なんですよ。彼の標的にされた人は、最終的にみんな辞めてしまっているんです。僕の同期なんて営業部に5人いたのに、今や僕だけですから。と言った。しかし、若くして課長の座にいるからには優秀な人なんでしょ？と、素朴な疑問を問いかける僕。対する佐藤は笑いながら、いえいえ、人の手柄を横取りしているだけですよ。彼自身、ろくなことができないと思います。上の人には愛想をよくしているので疲れているみたいですが。と、衝撃的なことを教えてくれたのだった。佐藤くんが言う、立花課長のあまりのひどさに苦笑いが抑えられない僕。しかし、一度語り出した佐藤くんの愚痴は一向に止まらなかった。先ほど話されていた仕事は多分、技術部が新たに開発した製品のことでしょうけど、彼、それについて何も知らないと思いますよ。とのこと。だから、その案件については考えすぎない方がいいと佐藤くんは言うのだった。こうして迎えた商談の当日。この日、初めて僕は打ち合わせ用の資料を見せられた。そして自分の目を疑った。目を通した瞬間、衝撃を覚えたのだ。何でもその資料のクオリティがあまりにひどいこと。さすがに誤字脱字は見当たらないが、ひどいのは主に製品説明だった。例えば、ある製品の特徴が耐久性に優れているとの表示のみなのだ。しかし、それだけではこの製品の良さが何も伝わらない。この説明が商品に対して何のアピールにもならないのは、火を見るより明らかだった。僕は呆れてしまって言葉が出なかった。それでも、このままではいけないと感覚的に思った僕は、そのことを立花課長に指摘した。しかし彼は相変わらず聞く耳を持たない様子。俺の資料にケチつけるのか？それに、お前みたいなじじいに何がわかるんだよ。と、全く聞き入れてくれなかった。それらの物言いは相変わらずひどいものなので、僕はいい加減面倒になってしまい、最終的には、はいはいと、すべて課長の仰せのままにすることにしたのだった。その後、僕の運転で、商談相手の C 社に到着。相手は、僕たちの会社よりも、もっとずっと大企業で。老若男女、誰もがテレビ CM で名前を耳にしたことがあるような会社である。敷地面積も、看板の大きさも、AB 化学とは、桁違いだった。本来ならそんな会社に出向けることになったらワクワクした感情を抱くものだろう。しかしこの時の僕のずーんとした気持ちでいっぱいだった。大企業で格式高いからこそそんな会社の人の時間をこんな質の悪いプレゼンで潰してしまうことに僕は罪悪感を抱いてたまらないのだった。受付を済ませて案内された応接室で待っていると、そこに美人女性と数人の男性が現れる。僕たちはそこで名刺交換をした。この美人女性こそが C 社開発部の部長らしい。彼女の名刺には里中舞と書かれてあった。また、他の男性たちは技術部のメンバーであり、彼女の部下にあたるとのこと。僕は丁寧に相手方に頭を下げた。部長の里中さんは見たところ、僕と同い年ぐらいだろうか。綺麗な顔立ちの女性でありながら、凛とした芯の強さが印象的だった。対する立花課長は、
人が変わったようにニコニコと笑顔の仮面を貼り付けている様子。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございますと丁寧な挨拶を里中さんに向けていた。しかし彼女は立花課長のスーパー笑顔に対して何の反応をすることなくドライに交わす。ただ淡々と挨拶をしながら、こちらこそ、では早速ですが、とプレゼン開始を促したのだった。それを受けて立花課長は自信満々に資料を配り始める。 C 社のプロジェクターにパソコンを接続して説明を開始したのだった。立花課長のプレゼン開始からわずか数分後、僕は心の底から同行に応じたことを後悔した。立花課長のプレゼンはその空間にいるのさえ恥ずかしく思うほどのものだった。というのも、内容があまりにも軽薄で、彼自身が理解してないことが丸わかりなのだ。C社の人たちは皆目を細くしており、この人たちは何をしに来たんだと言いたげな厳しい顔だった。早くこの場から立ち去りたい。僕は共感性羞恥で顔を覆いたくなった。しかし当事者である立花課長はそんな気持ちを微塵も感じていないようである。常に自信満々で恥だと感じていないのが輪をかけて恥ずかしかった。一通りのプレゼンが終わり、立花課長は笑顔でいかがでしょうと里中さんたちに問うた。一瞬シーンという静寂が訪れた後、 C 社技術部の一人が質問よろしいでしょうかと挙手をした。それを受けて立花課長は若干慌てながら、はいと応答する。質問者はいろいろとわからないことがあるのですが、まずプレゼンいただいたのは光学用のフィルムということでよろしいんですよねと言った。この光学用フィルムというのは液晶と保護板の間に設けるもののことである。液晶で表示したものの視認性が良くなるのが特徴だ。今回はそれを用いて AB 化学が開発した新製品のプレゼンだった。この質問に立花課長はうろたえながら恐る恐る肯定する。それを受けた質問者は続けて、耐久性に優れるとありますが他社の製品とどのような点が異なるのですかと聞いてきた。おそらく立花課長はそこまで聞かれるとは考えていなかったのだろう。全く余裕がなくなってしまった彼は見るからに焦りながら、それはとあわあわし始めてしまった。だから僕はあの時助言したのに、全く聞く耳を持たなかった結果がこれである。同じ会社から来た者として恥ずかしくてたまらなかった僕は頭を下げてしまい、あげることができなかった。しかしそんな僕の耳に驚くべき言葉が飛んでくる。なんと混乱した課長が、技術的な内容は花村が回答しますと指名したのだった。全く聞いてなかったどころか責任転嫁のような行動に驚く僕だが、恥の上塗りをするよりは良いだろう。おとなしく従って立ち上がり、立花課長と場所を変わりながら彼らからの質問に答えることにした。まず僕は胸ポケットから USB を取り出す。そして補足の資料がございますのでご覧くださいと告げて、スクリーンに別の資料を表示した。これは僕が個人的に作りまとめた資料である。立花課長はその資料の存在を全く知らないため、口を大きく、あっと開いて顔をしかめていた。しかし、僕も真剣である。何もできず、いい顔だけする課長のことなど気にしていられなかった。睨みつけるような課長を無視し、僕は口を開く。弊社独自の製造方法により、他社品よりも強い構造となっています。と回答しながら、画面に測定データや顕微鏡写真の比較を表示してみせた。
やっと的確なデータが表示されたことで、興味深そうに目を光らせる里中さんたち。僕の説明を聞いて、ほうほうとうなずきながら反応をしてくれたのだった。そこで、今度は里中さんが挙手して質問。フィルムの厚さはどの程度まで対応可能でしょうか？僕は該当するデータを表示しながら、今のところ1ミリメートルまで対応できる見込みです、と回答した。その答えに、里中さんは目をキラキラとさせる。どうやら、この答えにご満悦のようである。御社独自の製造方法で、すでに1ミリメートルの加工が可能なのですか？すごいですね。と、驚いて若干エキサイトしているような様子だった。その後、少しの間、C社の人たち同士が小声で話す。息が詰まりそうな緊張の中、僕はドキドキした気持ちを隠しながら、それを見守っていた。やがて、里中さんがこちらに向き合い、口を開く。先ほどまでのクールな表情とは打って変わって、とびきりの笑顔で、ぜひ、御社の製品でテストしてみたいと思います。言ってくれたのだった。待ち望んでいた答えなのに、いざもらえると、驚きでフリーズしてしまいそうになるものだ。それでも、なんとか頭を動かしながら、僕はサンプルを手渡す。それでしたら、こちらをどうぞ。と、カバンから取り出した記述資料を、里中さんは笑顔で受け取ってくれたのだった。こうして、一時は、地獄かとも思われた打ち合わせがなんとか終わり。C社技術部の人たちは里中さんを残して解散した。そこで僕と立花課長、里中さんの3人で話をすることとなった。静寂がこだまする空間の中、初めに口を開いたのは里中さんだった。意外にも、本日は本当にありがとうございます。大変興味深い製品だと思います。と、べた褒めしてくれる。それらの賛辞を受けて、遠慮した気持ちになる僕だが、立花課長はなぜか誇らしそうだった。その証拠に、はははは、お褒めに預かり光栄です。と笑っている。また、恥ずかしさが湧き起こってくる僕。そんな立花課長を里中さんは、冷ややかに見ていた。しかし、気を取り直したかのように、改めて僕に向かう。そして、質疑応答の対応、追加資料、データ、すべて素晴らしかったです。失礼な言い方ですが、その、花村さん？あなた、何者ですか？と言った。そんな、大したものではありません。と、謙遜しようとしたその時、僕より先に口を開いたのは、なんと、立花課長だった。あいつは無能なジジイですよ。ピキッとなるのを抑えて、里中さんに苦笑いを送る。彼女も立花課長の言葉を完全に無視して、僕のことをじっと見てくれていた。そんな対応に僕は途端に照れくさくなってしまい、後頭部をかく。それでもここがいいタイミングだと思い直し、二人の前で自分のことを話すことにした。実は私、本製品の開発者なんです。そんな僕の告白に、里中さんは目を大きく見開き、まあ、そうでしたか、と驚く。対して立花課長は一瞬フリーズした後、え？大きな声を発した。そしてその後、驚くほど顔色を悪くさせながら、ガタガタと震え始めたのだった。実は僕、大学卒業後に AB 化学に採用された。とはいえ、入社したての頃は経理課で事務員をやっていた。だが、仕事をこなしていく間に、ある感覚が僕の中で芽生え始める。事務の仕事は僕の性格に合っていない。ざっくり言うとそんな感じの感覚だった。
そもそも僕は理系大学出身であり、物を生み出したり想像を形にするのが好きなのである。だから経理科で事務の仕事をすることに楽しみが見出せないでいた。それでも与えられた仕事だからと最初は我慢しながら事務の仕事をしていた。だがその傍らで、この製品、ここをもっとこうしたら良くなるのに、と妄想をしている日々だった。そこで僕は事務的な仕事をしながら独学を続けることにした。時折技術部の人に製品の科学的な点を教えてもらったりもしたものだ。生活の一部として存在している科学の知識が深まっていくことが非常に楽しかった。そうやって勉強しながら事務員を続けること約10年。32歳を迎えるとき、ついに僕の中で限界を迎えた。開発をやりたい。そんな思いが爆発したのだ。そう思ってからは一瞬だった。もういても立ってもいられない。意を決した僕は掛谷社長に、技術部に移動したいと直談判に言った。はじめはなぜ急にと不思議そうな顔をされたものだが、それでも社長はひとまず僕の話を聞いてくれた。僕は渾身の自己 PR を織り交ぜながら必死に訴えかけた。その熱意があまりにも強いものだったのだろう。僕の話を聞いた社長は、そこまで言うならと OK をくれ、移動の許可をしてくれたのだった。こうして僕の事務職時代は終わりを告げる。直談判の翌月から技術部がある田舎の工場に転勤したのだった。移動してからというもの、今までよりも何倍も詳細に製品の科学的な部分に触れた僕。何度も失敗に直面してはいたが、その生活が僕には楽しくて仕方がなかった。次第に研究にも慣れてきてからは、次々と新製品の開発に勤しんだ。中には、既製品のコストダウンなどに着手したプロジェクトもあった。これらは成功すれば、目に見えてデータが現れるのだ。僕たちの努力が実を結んでいるようで、嬉しくてたまらなかった。そして、今から1年ちょっと前、僕が新たに開発したのが、この新型の光学用フィルムだった。このフィルムが出来上がった時、誰より喜んだのは掛谷社長だった。伝えるや否や、特許など、諸々の手続きに大忙し。その間に本社の営業部に、この新製品を売り込むようにと指示を出したのだった。しかし、この新製品は AB 化学の今までの製品とは、ジャンルも何もかも大きく異なるもの。用途や特性に関して難しいことも多いため、自社営業部にさえなかなか理解してもらえなかった。いい製品を作っているのに、その良さを伝えられない。そんなもどかしい状況が続いていたある時、社長と僕はある決断をした。それこそが、花村和樹が営業部に移動し、開発者自らこの新製品を売り込むことだった。かくして僕は8年の時を経て、新米営業マンとして本社に戻った。そして社長自らが新製品の売り込み先を見つけ、今回の案件に至るというわけだ。それでも営業のノウハウがない僕を一人で行かせるわけにはいかない。そう思った社長は誰か営業部の人間と共にやってもらうことに決めたのだった。こうして僕の仕事歴の一部始終を知った立花課長。僕たちは気まずい感じで帰社した。事務所に入るとすぐさま部長に、立花課長、花村君、社長がお呼びだよ。帰ったら社長室に来るようにとのことだ。伝えてくれた。若干顔がこわばった立花課長と共に社長室へ行くと、そこには恩願の社長の姿が。そして、プレゼンはどうだった？うまくいったかね？と僕たちに向かって言った。
ここでまず口を開いたのは立花課長。彼はいつもの調子で、はい、私がプレゼンし、最終的に大変喜んでいただけました。かなり好感触です。と言った。相変わらず手柄を横取りしたい模様。しかし、その風貌は、僕が開発者だと明かした直後と同じようにガタガタ震えていた。その言葉を受けて、掛谷社長が驚いた素振りを見せる。そして僕の方を見ながら、君がプレゼンを？花丸君、本当かね？と聞いた。二人の視線がこちらに集まった瞬間、何と言えばいいのか言葉に詰まってしまった。しかし、本当のことを言えばいいのだ。僕は、半分本当で、半分嘘と言いましょうか。と説明を始めた。まず、プレゼン自体を行ったのは課長であるということ。しかしその反面、プレゼン自体がガバガバだったことも伝えた。その証拠が、あのプレゼン資料である。僕は社長にその資料を見せた。続いて、質疑応答には全く対応できず、挙句の果てには僕に丸投げし、すべて自分が対応したことも説明した。その質疑応答の際に使ったのが、先日社長にもご覧いただいた資料です。と言って USB を見せる。それを掛谷社長は、うなずきながら聞いていた。というのも、質疑応答に使ったあの資料、実は僕と掛谷社長、そして AB 科学技術部で協力して作ったものなのだ。その資料作成は立花課長に内緒で行われていた。ではなぜ彼に内緒で作ることが認められたかというと、制作の話のついでに彼の横暴さを掛谷社長に報告したからである。その話をすると、社長も随分と顔色を曇らせていた。どうやら実は最近、社長のもとにも立花課長に関する良くない話が数件寄せられていたらしい。社長にとっても悩みの種だったようだ。そこでちょうど新製品の商談相手を見つけたところだったのもあり、僕たちはあることを画策した。この機会を利用して、立花課長の裏を暴いてしまおうということ。掛谷社長が本案件に立花課長と僕を指名したのは、僕たちの計画の一部だった。また、立花課長から、勝手にしろと言われた僕は、本当に勝手にして、質疑応答に使ったあの資料を完成させていた。結果、立花は課長でありながら、実際は自分でも何もできず、見栄を張っていただけであることが露呈。いわば佐藤さんの言う通りだった。これらの一連の出来事が、自分の本性を暴くためにはめられたものだと知った立花課長は、その場で悔しそうに膝をついた。そして、悔しそうに顔を歪めながら泣いた。その後、立花課長は管理職としての能力不足が理由で降格となった。また、社長直々の調査の結果、立花課長による部下への嫌がらせ行為が無数に浮上。彼にそれらの証拠を突きつけたところ、あっさり認めて自らの意思で退職していったのだった。本人が言うには、早く出世したいがために、他人の手柄を横取りしてよく見せていたとのこと。最後の出社日、彼に関わった人全員に頭を下げていた。とはいえ、僕は内心、頭を下げられたところで今までに受けた無数の嫌がらせを許せる人なんていないだろうけど、と思った。対する C 社との商談は非常にうまく行き、僕が開発したフィルムは今後採用されることとなった。非常に大きな取引であるため、かなり忙しくなり、慎重な対応が必要だと予想される。気が引き締まる思いだった。また、空いた課長の席には、佐藤くんが座ることになったそうだ。彼は、立花のせいで、
同期が辞めていく中、必死に耐え抜いた強靭な精神力の持ち主である。また、立花に手柄を盗まれながらも、自分なりに営業の腕を磨き続けたエースだった。この佐藤課長の誕生に異議を唱える者はいなかった。そして、ある夏の暑い日。その日も僕は自分が開発した製品の売り込みに向かっていた。サンプルと資料の入ったカバンを携え、訪問先へ足を踏み入れる。僕はいつかまた開発業務に戻れる日を夢見ながら、営業の仕事に励むのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。ああ、悪いな、足立。でも、身の丈に合うものを持たないお前にも問題はあると思うぞ。と、にやけ顔の課長。課長の手には、無残にも、中央からぽっきりと折れてしまったゴルフクラブが握られている。その傍らには、力なく落ちている上半身が横たわっている。周囲の人間も、突然のことで口をポカンと開けて固まっている。止まった時間の中で唯一動いているのが課長だけだった。こんな高いクラブを持っていても仕方ないだろ。ちょうど買えるタイミングを俺が作ってやったんだ。感謝してくれよ。と握っていた下半身もポイッと捨ててしまった。俺はその様子を見て、意気揚々としているところ申し訳ないんですけど、それ、俺のじゃないです、と言った。ここから、事態はとんでもない方向へと、全力で進んでいくことになる。俺の名前は、足立昭弘。この会社に勤めて3年目の若手社員だ。1年目に比べて3年目はかなり快適に仕事をこなせるようになった。俺は、どちらかというと不器用な人間なので、周りの人と同じ成果を得るためには、人一倍の努力が必要だった。幸い俺は努力をすることが嫌なタイプではなかったので、それなりに周囲に追いついて仕事をしていたと思う。社会人1年目は、とにかく覚えることが多かった。1枚の書類でもどこにあるのか、どんな書き方をしないといけないのか、などなど、頭に留めておく必要のあることが多かった。3年目にもなると、一通りの仕事は自分でこなせるようになったし、後輩にも教えることが多くなったので、おのずとたくさんのことができるようになっていった。高校の時に先生が、一人で勉強するより友達と教え合いをする方が成績は上がるぞ、と言っていたが、どうやらそれは本当らしかった。そんな俺には、一つの夢、というか、野望というか、まあ将来なりたい姿というのが明確にあった。それはお金持ちになることだ。とにかくお金持ちになることが俺にとっての最終目標だった。俺の実家は自営業を営む家庭だった。自営業というのは難しいもので、調子がいい時はそれなりの収入があるのだが、ダメな時は全くと言ってもいいほどお金が舞い込むことはなかった。そのため、俺の認識では、実家は比較的貧しい部類の家だったと思う。習い事も、お金を理由に断られることもあった。幼いながらに俺は、周りの友人たちと比べて、家にはお金がないんだなと思うようになっていた。友人たちは決して俺を貧乏人扱いすることはなかったが、友人同士で同じ塾に通ったり、長期の休みで家族旅行に行ったなどの話を聞くたびに、胸の奥がツーンとすることがあった。お金は豊富にあるに越したことはない。お金があれば自由にいろいろなところに旅行に行けるし、欲しいものだって欲しいだけ買える。それこそ人間の幸せというものではないだろうか。それにお金があって自分だけに使うわけではない。当然、家族に今までの恩返しもしていきたいと思う。また、将来俺が結婚して子供が生まれた時に、俺のように、お金を理由に自分の子供に不自由な思いをさせたくない。
大人になってようやく周囲と比べても意味がないということが分かったが、子供はどうしても自分と周囲を比べて自己肯定感を下げてしまうこともある。そうならないためにもお金が必要なのだ。そういった理由でいつしか俺の夢はお金持ちになることとなった。俺はこの会社に勤務してただただ平社員で終わるつもりはなかった。どんどん仕事をこなして昇進して管理職になってお金を増やす。自分の夢のためなら多少のきつい仕事も引き受けることができた。さらに仕事をこなすだけではなく、上司や周囲の社員との人間関係も良好にしようと努めた。 Z 世代と呼ばれる俺たち若手社員は必要最低限の人間関係しか構築しないなどと言われているが、俺自身は全くの正反対だった。会社終わりに上司から飲みに誘われれば二つ返事でついていく、いわゆる飲みニケーションというやつだ。これはいらないという人もいるが、俺は昇進するための一つの機会だと思っている。どうしてもいけない場合を除いて俺は基本的に参加するようにしていた。また忘年会や新年会なども積極的に幹事になり、良いお店を予約する。これも昇進の秘訣だと思い頑張った。仕事もコミュニケーションも全力でやる俺は、自分で言うのも恥ずかしいが、それなりの高評価を上司たちからいただいていた。最初は俺のこういった行動は同期たちの反感を買ってしまった。あいつは昇進のためだけに生きてるとか、媚びを売りすぎ、友達少なそうなどやっかみを言う人もいた。だけど俺はそんな誹謗中傷に負けることなく、同期たちとも積極的に関わっていった。そうしていくと次第に周囲からの評価は、あいつはただ素直で努力家なだけというふうに落ち着いていった。同期の中でも俺とよく話していたのは栗原咲という女性社員だった。彼女は俺とは真逆な人間だった。端的に言うと超めんどくさがり、業務も定時を過ぎたら絶対に手を止める。定時間近になって、栗原君これ頼めるかねと上司から言われても、もし明日でもよければ引き受けますけど、今日中にでしたら無理です、定時なので、と言って絶対に帰ろうとする。昇進などに一切の興味を示さない社員だった。俺からすると信じられない彼女の言動に興味を持ち、彼女にコンタクトを取った。なあ、どうして残業とか嫌がるの？仕事を頑張って昇進とかすれば収入も増えるだろうに、と言うと鼻で笑われた。簡単よ、お金余ってるもん私。話を聞くと、咲の実家はお金持ちのようで、その子供である咲にも生活に困ることのないほどのお金はあるそうだ。父は起業家でお金を持ってるの。私が頑張って稼ぐ姿がイメージできないし、したところで意味はないから。でもただ何もしないでニートっていうのも嫌だから働いているの。まあ時間つぶし的な。仕事が時間つぶしのためというのは俺には想像もつかない考え方だった。ただこの咲という社員は態度こそ悪いが、実に効率の良い動きができる社員だった。定時には必ず帰るが、基本的に仕事は終わっているのだ。先ほど言ったような急な仕事がない限り、彼女は仕事を翌日に持ち越すことはない。そういったところから周りからは信頼をされているし、頼られているところもある。飲み会にも参加せず定時にも帰るけれども、仕事では優秀な成果を収める彼女は俺にとってとても尊敬する社員であり、面白い性格をしていた。彼女も俺のことをおかしな同僚として認識しているようで、俺が仕事に追われているところに、そんなに働いて足立くん暇なの？とおちょくってくることもしばしばあった。ただし彼女の茶化しは決して嫌味っぽいわけではないので、俺も受け流すことができていた。俺がお金持ちになったらお前にも飯をおごってやるよ、まあ1万円以内な、と言うと、さっきは腹を抱えながら笑い、その金額はお金持ちって言わないからと言う。そういった掛け合いをしていくうちに、俺と咲は社内でもコンビのような扱いを受けることが多くなった。足立くん、来週の企業説明会だけど進行頼めるかしら。
俺にそうやって仕事を押し付けてくる人物はおつぼねの一ノ瀬さんだった。彼女は先に負けないくらいの面倒な仕事が大嫌いな人だった。あのクソ課長が私にクソみたいな仕事を回してきたのよ。企業説明会なんて私には無理ね。足立くんやってみなさいよ。勉強にもなるし、もちろんただとは言わないわよ。社長への口利きはしておくわよ、と提案する。同期の多くはこの面倒な仕事を回してくる一ノ瀬さんを嫌っていたが、俺は逆だった。彼女は仕事を引き受ける代わりにしっかりと報酬をくれるのだ。今回は社長への口利きだ。いいですよ、だけど約束はしっかり守ってくださいね、と俺は引き受けた。彼女は約束を守る人だったので、彼女からの仕事は昇進への第一歩だと思っていた。順風満帆だと思われた俺の生活に影を落とす輩が一人だけいた。課長の園田だった。園田課長は直属の上司であったので、仕事をしていると嫌をなして関わりを持たないといけない存在だった。それなりにいろいろな人格の人間とも関わりを持とうとする俺でも、園田課長と一緒に過ごすことは少しきついものがあった。園田課長は他人のどうしようもない箇所を攻めてくる人だ。容姿や経歴などの今言っても仕方がないだろうと突っ込みたくなるようなことばかり言って他人をこき下ろす。自分を高めたいと思っている俺にとって、他人にそこまでのネガティブ発言をする課長はどうしても好きにはなれなかった。それでも俺の夢のためには我慢するしかないと思い接していた。お前がそんなに仕事熱心なのは実家が貧乏だったからか、と無神経な発言をされても、俺はそうなんですよね、少しでもお金を稼ぎたくって、とヘラヘラとしてその場をやり過ごしていた。それでも毎回毎回同じ内容で、しかも複数の社員の目の前でいじってくるので、次第に俺も相手にしないようになってしまった。そういった人物であったので、園田課長のことを毛嫌いしていた社員は俺の他にも多くいた。しかし俺は社内でも目立つ方なので、園田課長のターゲットになりやすかった。そんなに努力しても意味ないからな、お前の働きなんて大したことないから、と言われても、精進しますとだけ返してその場から去る。それの繰り返しだった。そんな俺の様子を見た先は、足立くんって鈍いのか心が広いかのどっちなんだろうね。私だったらあんなこと言われたらタコ殴りにしてるけど、やっぱりいつ辞めてもいいと思っている人はやることが違うなぁと感心してしまう。やっぱり昇進のためならあんなやつ敵じゃないって感じ、と片手にミルクティーが入ったマイカップを持ってニヤニヤとしながら訪ねてくる。彼女の茶化しは園田課長と違って他人を蹴落とすようないやらしさは感じられない。言い返したり反抗したりすると余計に突っかかるだろう、ああいうタイプは。それもそっかと言い、彼女は一気にコップの中身を飲み干した。みんな大嫌いな園田課長の趣味はゴルフだった。毎週末になると部下やゴルフ仲間を誘ってゴルフ場に通っているという。お前にはまだゴルフの魅力もわからんだろうし、クラブを揃えるのは貧乏人のお前には無理があるだろう、と懇切丁寧に俺を誘わない理由をしっかりと教えてくれた。俺としては園田課長との接点が少なくなるので大変ありがたいことなのだが、意外なことにここで少し俺にとっては痛手なところもあった。実はうちの社長の趣味もゴルフだった。園田課長は社長との時間が合えば一緒にコースを回ることもあるそうだ。少しでも社長にお近づきになりたい俺からすると、社長とゴルフに行けるということは自分を見せる絶好のチャンスになるのだ。それができないというのは何とももどかしい気分になる。そんなこんなでムズムズしていると幸運な話が舞い込んできた。今回も自分のところに話を運んでくれたのは一ノ瀬さんだった。はい、ちょっと集合、と気だるそうに集合をかける一ノ瀬さん。給湯室に呼ばれた俺は一ノ瀬さんから顔を覗き込まれて、社長に少しでも近づきたい足立くんで会ってる？
と聞かれた。まあそうですね、合ってます。最近は全然お近づきに慣れてなくてもどかしいですけど、と落胆してみせると、はい、そんな君にラッキーな話、今週末に社長がゴルフに行くの。何人かの社員を連れてね。土日にコースを回るらしいわ。それに私誘われたのよ。面倒なことにね。彼女は片手にミルクティーの入った紙コップを持って首をかしげる。意味わかる？つまり俺が一ノ瀬さんの代わりにそのゴルフに参加しろってことですよね。さすが、と笑顔になる一ノ瀬さんだった。が、俺はすぐに断った。すみません。行きたいのは山々なんですが、俺、クラブ持ってないんですよ。それに、一式揃えるのってお金かかるじゃないですか。園田課長が俺に、貧乏人には買えないだろう、と言われたが、実際にそれは当たっていた。クラブだけで2万はくだらない。社長と回るとなると、それなりの値段のものを用意しないといけないと思うので、俺は手を出せないでいた。一ノ瀬さんのありがたい話ではあったが、現実を見れないほど盲目にはなっていない。俺の言葉を聞いた一ノ瀬さんは、ふっふっふっと笑い、そんなこと気にしないでいいわよ。私が一式揃えてあげるから、と言い放つ。いや、それは悪いですよ、とすぐに拒否したが、いいのいいの、あなたにも苦労かけるからその迷惑料ってことで。なぜ社長とコースを回るのに苦労するのだろうかと首をかしげていると、園田もいるのよ。ああ、なるほど、それは確かに苦労しそうだ。でもクラブもそれなりのものをいただける上に社長にも接近できる。園田がいることくらいなんてことはない。むしろお釣りが来るくらいだ。後でクラブ代請求されても俺返せないですよ、と言うと一ノ瀬さんは、交渉成立ね、と言ってミルクティーを一気に飲み干した。そして社長や園田課長を含めた社員数名でのコース巡りの日が来た。案の定園田課長は俺が持っているゴルフクラブ一式を見て、お前にも一式揃える資金あったんだな、と鼻で笑う。頑張って揃えました、と笑顔で返す俺。一ノ瀬さんからは、いい？私が買い与えたなんて口が裂けても言わないでよ。私がずる休みしたなんてバレたら絶対にあの男は嫌味を言ってくるんだから、と言われていたので、あくまでも自分で揃えた品ということにしてある。なんだ、お前にしてはそれなりにいいものを揃えているじゃないか、背伸びすんなよ、という。あはは、社長と回れると聞いていたので少々奮発しすぎたのかもしれません、と頭をかいた。残念だが、その社長は本日は急な仕事が入ってしまったとのことでお休みだ。明日から参加するらしいがな。社長がいないこの空間で一番偉いのは園田課長だ。課長は自分が天下を取ったような尊大な表情を浮かべて、まあ今日は楽しもうや、と言って部下を引き連れゴルフを楽しみ始めた。隣ではふてくされた咲がいる。なんで私まで来ないといけないのよ、とうなっていたが、俺一人だと寂しいだろ、と言うと、お前はウサギか、と脇腹をつねられた。打ち始めるとすぐに、おい足立、お前のクラブ貸してくれよ、と言ってきた。課長の申し出にさすがにすぐに首を縦に振ることはできなかった。その様子を見た課長は少しムッとした表情になり、なんだお前、俺の言うことが聞けないのか、いつからそんなに偉くなったんだ、え、と詰め寄ってきた。いやでもこれは、と口ごもると余計に、ええから貸せって言ってんだ、と怒鳴り俺の手からクラブを奪い取ってしまった。コース巡りを課長とよくする周囲の社員は止める気配もない。おそらくいつものことなのだろう。まったく、
お前みたいなやつがこんな上等なクラブは持つもんじゃないぞ。身分そうなものがあるだろうが。そう言った課長は勢いよく振りかぶり地面に叩きつけた。俺はついあっと声を出してしまった。なんたって弾も何もない場所にぶつけたのだから仕方がない。課長は頑丈だなと言って今度は近くにあった大木に助走をつけてクラブを打ちつけた。すさまじい金属がひしゃげる音とともにクラブの上半身はへし折れて力なく地面に落ちている。あまりの衝撃に俺は思考が追いつかず硬直していた。課長は満足げな顔で手に持っていたクラブの下半身を投げ捨てる。まあお前にはまだ早い品だったってわけだ。俺が買い替える時期を与えたと思ってくれや。と言って何事もなかったようにコースを回ろうとした。その様子を見ていたサキがゲラゲラと声を出して笑い始めた。面白い。今日来て正解だったわ。お腹痛い。サキの笑い声に課長を含めほとんどの社員が困惑気味で彼女を見ている。何がそんなに面白いのかと尋ねた課長に俺は静かに、それ俺のじゃなくて社長のですよと伝えた。俺の言葉にサキ以外の社員の時間が止まる。え、いや何言ってる、これはお前が持っていたじゃないかと現実を受け止められない様子の課長に早朝の出来事を説明した。俺は課長や社長が来るよりも早い時間にゴルフ場に到着した。上司よりも早めに来るのは昇進の秘訣だ。しばらく待っていると社長が会場に到着した。おお、君が一ノ瀬くんの代わりに来た子だね。足立くんだ。俺の名前を覚えてくれていたようだった。俺は頭を下げていろいろと世間話をした。君の活躍は耳にしてるよ。かなりの努力家だってねとお褒めの言葉もいただいて感無量だった。そうしていると社長のスマホが鳴った。失礼と言って社長が電話に出ると、ああそうか、分かった、すぐ行くと言って通話を切った。すまない、少し仕事が入ってしまった。今日は不本意ながら参加できないようだ。明日は必ず参加するよ。あ、これ君に預けておこう。重たいのを運ぶのは年寄りには答えてね。まあ使ってもらっても構わんよと言って社長のクラブ一式を俺に預けてくれたのだ。帰るときはこのゴルフ場に預けてもらっておいてくれ。なくすなよ、高いからな、わっはっはと笑って仕事に向かわれた。社長、クラブは見るも無残な姿になってしまいました。俺の話を聞いた課長はみるみる顔が真っ青になっていった。これはそうだ、お前のせいだ。お前がこんな立派なもん持っているのが悪いんだ。そうだろ、これはお前のせいだと吠える課長。サキはさらに笑い声を上げて、無理があるでしょ、マジウケると大声で突っ込んだ。すぐに社長に事の経緯が話され、怒り心頭になってゴルフ場に乗り込んできた。貴様、俺のクラブを壊したそうだな、しかも故意にな。怒鳴り散らす社長に何も言えない課長。それに加えて彼に会わないだと、身分相応のものを用意しろだと。お前はいつからそんなに偉くなったんだ。お前のような輩はこの会社にいらんぞと首とも受け取れる社長の言葉に課長は、それだけは勘弁してくださいと泣きついた。いいか、これは立派な犯罪だ、器物破損だ。自分のした行動に責任を持て、ほうバカ者。その後社長は会社に戻り、園田課長の左遷手続きをした。警察に言おうかと思ったそうだが、彼にも家庭があるだろうから俺が少し我慢してやると言い左遷で済ませたという。ゴルフでの一件により園田課長がいなくなったことで仕事場の雰囲気が今までよりも随分と良くなったような気がする。
断るごとに容姿や過去をネタにいじってきた上司がいないので、ほうれん草が格段にしやすくなったことも、効率が良くなったという点では大きいだろう。例の一件で、俺と社長の距離は一気に近づいた。おかげで園田課長がいなくなって、空席になったポジションに俺は新たに就くことになったのだった。俺は園田課長の代わりに課長職に就任して、昔と変わらずに熱心に仕事に取り組んだ。というか、そうせざるを得ないというのが現実だった。課長になって分かったことだが、仕事量が多い。効率よく仕事を進めないと、本当に会社に泊まるということになりそうだった。しかし、今までと同じように必死に動き、真面目に働くことはやめなかった。俺の夢は、課長で泊まることではない。お金持ちになることだ。課長職で経験を積んだ後に、さらに昇進したいと考えている自分からすると、これくらいの仕事をこなせないでどうする?という精神で仕事に励んだ。おかげで上司や取引先からも、仕事熱心で本当に助かるよ、と一定の評価をもらうことができていた。しかし、激務であることから、極力参加していた飲み会なども頻度ががっつりと下がった。さらにゴルフセットも一ノ瀬さんに買い与えてもらったが、あの一件以来、ゴルフに行くこともなかった。少なくとも課長としての仕事がそれなりにこなせるようになるまでは、飲み会やゴルフなどはいけないだろうと思っていた。環境が変わり苦労することがかなり増えた職場だったが、それでもお金持ちになるという野望が俺を支えてくれていた。一定の評価を受けていた俺だったが、唯一、先だけはつまらなさそうに俺を見ていた。なんかさ、単純な質問なんだけどさ、そんなに働いて人生楽しい?と、無垢な子供のような表情で質問してくる。仕事が楽しいわけないだろうと、俺は少しイラッとしたが、彼女に悪意がないのは分かっていた。しかし、今回のあまりにも無神経な質問には、さすがの俺も苛立ちを隠せなかった。自分を犠牲にしてまで仕事をして得たものって、そんなに嬉しいもの?今日はやけに噛みつくなと思ったが、仕事が山積している俺には、彼女の相手を最後まですることはできなかった。さきは、実家がお金持ちであるため、仕事をする意味も、お金を稼ぐ意味もわからないだろう。根本的に、俺と彼女とでは、住んでいる世界が違ったのだ。以前まではその違いが面白くもあったが、俺が課長になって、さらに仕事に生活を捧げていると、彼女のちょっとした仕草にも思うところが出てきてしまうようになっていた。繁忙期から少し経ったある日、一ノ瀬さんから夕食の誘いを受けた。繁忙期ではないとはいえ、仕事があった俺は、最初は彼女の誘いを断ろうとしたが、あらあら、あなたも随分偉くなったのね。それとも社長クラスじゃないと、一緒に食事も取っていただけないのかしら?と、冷たい視線を向けられた。さすがのおつぼね、言葉と視線だけで、俺の体は硬直してしまう。冗談っぽく話してはいるが、あまりいい気はしていないのだろう。言葉の端々に土器をはらんでいるのが分かった。俺は仕方なく、一ノ瀬さんの申し出を受け入れ、彼女がよく行くというお店に入った。中にはすでに先客がいた。サキだ。なんでお前までいるんだよ。と言うと、サキの代わりに一ノ瀬さんが答えた。おかしいことじゃないじゃない。この子、私の娘なんだから。二人の話によると、一ノ瀬さんの旦那、つまりは先の父親は、確かに事業で成功した起業家であった。しかし、仕事熱心というのは別の方向から見ると、家庭を顧みないという側面も持っていた。父親は家はあくまでも寝起きする場所としか考えていなかったので、二人の家には記念日といったような特別な日は存在しなかった。結婚記念日や誕生日などは、一ノ瀬さんと先の二人でお祝いしたそうだ。そんな父親の様子に愛想を尽かした二人は離婚をすることを決意した。一ノ瀬さんは離婚後、旧姓を名乗ったが、娘の先は変更の手続きが面倒ということもあり、そのままの名字で過ごしているという。父親も離婚する際は、もう少し家庭を考えるべきだった、と反省の色は示しているようで、それなりのお金を毎月二人に払っているという。そう言われると、
二人には共通点があるなと感じた。極度のめんどくさがりだったり、好きな飲み物はミルクティーだったりと。顔も全体としてはあまり似ていないが、パーツごとに見てみるとそっくりだ。先に言っておくけど、この子がこの会社に入ったのはたまたまよ。この子にはここで働いていることは言っていなかったから、コネなんかじゃないわ。俺の心を読んだように的確に修正を入れてくる。それで本題なんだけど、と一ノ瀬さんはグラスを片手に尋ねる。あなたの夢ってお金持ちになることなのよね。どうしてお金持ちになりたいの？皿にある魚のソテーをナイフを使って食べやすいサイズに切り分けている。お金をたくさん持って？それからどうするの？彼女は何か俺の目の奥を見るような視線で見つめる。お金をいっぱい稼いで幸せになりたいんです。それに家族も幸せにしたいから。と言うと彼女は俺の返答に満足はしなかったようだ。あのね、お金がたくさんあるからといって必ずしも幸せに直結するかはわからないのよ。と言って先を一別する。一ノ瀬さんと目配せをした先は彼女に続いた。私は今、決して貧しいわけじゃないし、お金はそれなりに持ってる。でも、持ちすぎてるかつてのお父さんは、まさに主戦度って感じだったわ。一呼吸を置いて、今の足立くんにそっくりだったよ、と悲しそうに笑った。とにかく、お金イコール幸せ者ではないから、そこは気をつけなさいな。自分の価値を下げてまで稼ぐ必要なんてないんだから、そんなこと、ご両親は分かっているはずよ。一ノ瀬さんはそこまで言うと、お開きを宣言した。先の悲しげな笑顔が、妙に脳裏に残っていた。正月になり、実家に帰省した俺は、久々の我が家を満喫していた。俺はもちろん未婚だったので、いつもは一人寂しい部屋で、孤独に晩ご飯を食べる毎日だが、実家に帰るとそんな惨めな思いはしなくて済む。食事は食卓に運ばれるし、食器は洗わなくても問題ない。本当に家族のありがたみを感じる日々を過ごした。家でゴロゴロしていると、除夜の鐘が響いてきた。ああ、もう新年になったんだな、と感じていると、スマホが振動した。画面を見ると、さっきから LINE が届いていた。明けましておめでとう。今年の抱負は、足立くんが一生懸命に仕事をしている横で全力で帰宅することです、と書かれていた。なんと悪趣味な抱負なのだろうと思ったが、年末に一ノ瀬さんらと食事をした時に話した内容がふと思い出されて、目の前で横になってテレビを見ている両親に尋ねてみた。もしさ、俺が金持ちになって二人を気ままな生活をさせるって言ったらどう？と。俺の質問に父親は視線をテレビに向けたまま、んなこと願い酒だな、と言った。俺は父の言葉に驚いて返事にまごついていると。確かに金があふれるほどあるってわけじゃないが、息子から金をもらうほど困ってるわけじゃねえんだ、と続けた。母は、あ、でもどうしてもって言うならもらってあげるわよ。女はね、美のためにはどうしてもお金が必要になるんだから、と言って笑った。その年でもう美とか無理だ、と父がいらぬ発言をしたせいで、新年早々夫婦喧嘩が勃発してしまった。二人が喧嘩をしている光景を見ながら、俺は考えていた。まさか二人がお金の支援を断るとは思っていなかったからだ。さらにはお金がたくさんあって、気ままな生活を夢見ていたわけでもないということも、俺にとっては衝撃を受ける要因の一つに十分なった。お金がいっぱいあったら幸せなんじゃないの？俺が小さな声でぽつりとつぶやくと、それはどうやら父に聞こえていたようで。何言ってんだ。金があったって幸せかどうかは別問題だろうが、俺の幸せはお前が健康で、あと何十年も俺と酒を飲み交わしてくれることだ、と言い、にこりとする。後ろで母が、
老い先短いくせに、といったことで第二ラウンドが始まった。俺は一ノ瀬さんや先の言葉、二人の様子を見て、自分が勘違いをしていたことにようやく気がついた。一ノ瀬さんの言う通りだったのだ。お金があれば好きなものも買えるし、食べ物も食べられる。旅行にだって行ける。けれどもそれが幸せかどうかは人によるのだ。実際一ノ瀬さんたち家族はお金はあったかもしれないが、今の方が幸せだと言っていた。両親もたくさんのお金を望んでいたわけではなかった。ただ家族との円満な日々を望んでいただけだ。その日々はお金があるから叶えられるわけではない。俺も含めて全員が健康で揃っていないと、どれだけお金があっても叶うことがないのだ。俺は目の前に広がる幸せをかみしめていた。正月以降俺は断るということを学んだ。今まで何でも仕事は引き受ける、たとえ自分の仕事でなくてもといったスタイルだったが、許容量を超えそうな仕事は断るようになった。周囲はなんか変わったなと言ったが、ようやくわかったかと、さっきは鼻を鳴らしていた。お金は言うことを何でも聞いてくれる便利な道具だ。たくさんあれば何でも買えるし手に入る。けれども幸せまで入手できるかというと疑問が残る。幸せとは意外なほど身近にあり、目の前に転がっているものだと俺は自覚したのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あんた、陰気臭いからいらない。何も知らない、知ろうともしない女上司は、俺をバカにしてきた。ニヤニヤと笑う彼女に、俺はため息を吐いた。じゃあ、やめます。そう言って、俺は女上司の言う通りに会社から去った。そんな最悪な彼女に数ヶ月後、また出会うことになってしまう。使えないあんた、拾ってくれるところはあった？相変わらず、こちらをバカにしたような顔。はい。ちなみに、あなたの大口取引先です。俺の言葉が理解できずにポカンとする彼女。しかしその意味がわかると、彼女は顔を真っ青にさせるのだった。俺は黒田誠二。年は40を超えたサラリーマンで、今は飲食販売会社の営業部に所属している。営業と言ってもある意味異例だろう。俺は営業部員ではあるが、外回りに行くこともなく、窓際の席で PC の相手だけをしている。黒田さん、おはようございます。おはようございます。あ、黒田さん、今日帰りにみんなで飲みに行かないかって話をしてたんですが、黒田さんもどうですか？お誘いありがとうございます。すいません、用事があるので。そうですか。他の社員とも積極的にコミュニケーションは取らず、仕事の時間はほとんど PC と向き合っていた。まあ、自分以外はみんな若い。だから話が合わないというのもある。黒田さんっていつもきちんとした格好してるよね。うん、ちゃんとアイロンかけられてて、シャツもぴっちりしてるし、なんだかいい匂いもするよね。香水じゃないよね。柔軟剤かな。何の柔軟剤を使ってるんだろうね。たまに俺の方を見て何か話しているのを何度か目撃したこともあるが、何の話かと問いかけることもなく、日々仕事に向かっている。ん？定時か。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。黒田さんが絶対に定時で帰るから、あ、定時になったってすぐわかるんだよね。ある意味、アラームみたいだよね。
そして毎日必ず定時で帰っていた。退社後にはいろいろと赴くこともあれば、そのまま帰ることもある。よかったらうちに来てくれないか。はい、ありがとうございます。ぜひ。俺は3年ほど前にこの会社に入った。以前は別の飲料会社にいたが、声をかけてもらったのがきっかけでこの会社に入った。もともと俺は一つの会社に定着することなく、いろいろな飲料関係の会社を回っていた。黒田君、あれから調子はどうだ？ええ、大きな問題もなく、今のところは順調です。それはよかった。君の仕事には期待させてもらっているんだ。はい、ありがとうございます。俺に声をかけたのは上層部の人だ。俺の噂を聞きつけて声をかけてくれた。この会社では結構外側にもいろいろと声をかけているそうだ。あの黒田さん、今大丈夫ですか？ええ、大丈夫です。営業戦略についていろいろ教えてほしくて。俺にわかることでしたら必要情報を送っておきますね。ありがとうございます。あ、後で俺も D 社のこととか教えてほしいことがあるので、後でメールしますね。はい、承知しました。相変わらずだな、誠治。ええ、まあ。若い同僚たちに声をかけられていた俺に、佐藤が声をかけてきた。この営業で唯一俺と同世代になる同僚の佐藤雄一。俺をこの会社に誘った張本人。そうだ、例の件助かった。次も頼む。ああ、それと今度向こうが飲みに行きたいって。わかった。彼とはこの会社に入る前から付き合いがあり、最低限の会話で伝わるからそんなに話さなくていい。そして唯一のベテランとしていろいろと気にかけてくれる。気配り上手の上に佐藤は独身ということで結構モテるタイプだ。さて、今日も頑張るか。特にトラブルもなく平和な営業部。はじめまして、本日より部長として赴任してきた赤井加奈子と言います。そこに彼女が赴任してきた。加奈子は関係会社から出向してきたらしい。なんかうちより大きくて力が強いところから来たらしいですよ。権力ってやつですかね。どうでしょうね。まあ上司ですし、仲良く仕事できるといいですね。かなこを見ながら心の中でため息を吐く。かなこは非常に派手な感じの女性で、真っ赤な服は正直仕事向きとは思えない。化粧も濃く、香水でもつけているのか、きつめな匂いが俺のデスクまで匂ってくる。私の言うことは何でも聞きなさい。私はあんたたちより立場が上なんだから。そして態度も大きく自信家な様子。正直、彼女が上司だと思うといろいろと心配になる。ちょっと、この書類作ったの誰？俺ですけど。やり直し。それと、あんたが担当してる契約先、あとは私がやるわ。え？今から変更ですか？それに、この書類のどこが？自分で考えなさいよ。ほら、ここ。こうした方が読みやすいじゃない？しかし、うちの会社では。いいから、私の言う通りにしなさい。実際、自分の出向元の会社が大企業であることを傘に着て、営業部のみんなに言うことを聞かせようとしてくる。
ほんと最悪ですよ。若い男性や佐藤さんには慣れ慣れしくて、私たち女には当たりが強いんですよね。目をつけられないようにするのに必死ですよ。大変でしょうけど、お互いにフォローし合って頑張りましょう。みんなが無用なトラブルを避けるためにしぶしぶ従っている。はあ、どうした？ああ、赤井部長のことでな。珍しく空いていた日に雄一に誘われて飲みに行く。すると彼は本当に困ったようにため息を吐いた。赤井部長、最近俺にすごく絡むんだよ。毎日毎日、いわゆるお誘いでさ。ああ、なるほど。愚痴を聞くと、しょっちゅう誘われているらしい。飲みに行こう、食事に行こう、と。雄一は若々しい顔をしているから、多少年が離れていても、かな子は気にしていないのだろう。雄一自身はもともと恋愛関係が苦手で、いろいろと事情があり独身なのだ。だから誘われること自体が相当負担になっているようだ。他の女子に話しかけるとその子が叱られるんだよ。それは面倒だな。まったくだ。彼もかな子の存在にはだいぶ苦労しているようだ。疲れたようにため息を吐く雄一。上層部は頼りにならないしな。そうなんだよ。一応相談したらまあまあっていう感じで、本当に困ったもんだよ。すっかり営業部の雰囲気も変わったし、これからどうなることやら。予想していた通り、以前の平和な雰囲気から営業部はどこか緊張した雰囲気となってしまった。みんながかな子に目をつけられないようにしている。ちょっとあんた？はい。ずっと PC に張り付いてないで仕事しなさい。仕事をしていますが。外回りに行きなさいって言ってんのよ。私が来てから外に出てるの一回も見てないんだけど。なのに服装ばっかりかっこつけちゃって。そんな中、俺がかな子に目をつけられてしまった。かな子は俺の PC をちらりと見るが、どうやら内容は理解していないらしい。何も仕事してないじゃない。俺は俺の仕事をしているんですが。俺のことはサボりだとでも思っているようだ。それに、あんた社内でほとんど喋らないじゃない。いつも挨拶だけって感じ。皆さん忙しいですから。俺は忙しい営業スタッフの邪魔にならないように、直接の会話ではなく、すべてメールやチャットでコミュニケーションをとっている。彼女の噂や愚痴などもそこから聞いて話していた。ほんと、あんたって陰気よね。はあ、営業なのに PC に張り付いて外回りに出ず仕事をしない。他のスタッフともコミュニケーションを取らないで陰気臭い。それに似合ってない服装でカッコつけてる。しかも定時になったらさっさと帰るじゃない。あんた仕事舐めてんの？かな子はよほど俺が気に入らないらしく、俺に絡んできては嫌味を言ってくるようになっていた。黒田さん、大丈夫ですか？今日だってなんかいろいろ言われてましたよね。大丈夫ですよ。黒田さんに今集中してるから俺たちの方はだいぶマシになってますし、何かあったら言ってください。私たちもお手伝いしますから。ありがとうございます。そんな姿は営業スタッフたちに見られていて、みんな気にかけてくれた。みんなは仕事のことで、やお客様が来てますなど、いろいろ声をかけて俺から引き離してくれることもある。ここは
かな子以外、いい人間関係ができている。もう何なんですか、あの部長。というか、黒田さんの定時上がりを言ってましたけど、部長だってさっさと帰ってるじゃない。本当だよ。というか、あの人、この間飲み屋で見かけたよ。私も見た。なんかすっごい飲んでたよ。あんなに飲んで大丈夫なのか？飲み代とかさ。さあ、というか、一応取引相手とも飲んでるみたいだし、交際費ってやつじゃない？うわ、マジか。彼女のことは、次第に仕事の腕ではなく、嫌な噂ばかり聞かれるようになった。大丈夫か？俺は大丈夫。それに、俺に絡んでいる間に、お前が仕事できるならいいから。本当にすまない。何かあったら俺も助けるから。それとさ、どうした？お前ってもともといろんな会社行ってるだろ？もし他に移るとかなったら俺に声をかけてくれないか？別に構わないが。俺がうなずけば、余一はありがとうと言って立ち去る。余一は俺と違ってずっと同じところにいるタイプだが、今回のことで何か感じるものがあったようだな。かな子の赴任から数ヶ月経った頃、トラブルが起きてしまった。営業部の経費が上がってしまったため、経費削減が命じられたのだ。なんで経費が上がったのよ。おかげで経費削減しろって言われたじゃない。冗談じゃないわ。そういうかな子だが、経費が上がってしまったのは彼女が原因だ。かな子が交際費を使いすぎてしまったことが経費の上昇につながっているのだ。みんなが彼女が飲み歩いていることを知っている。交際費なんて削りたくないわ。そこで削られたら私が十分に飲めないじゃない。そうよ、黒田、あんたが悪いのよ。は？あんたなんて仕事してないんだから、あんたがいるだけで経費と給料の無駄。この経費泥棒、給料泥棒。とんだ言いがかりだ。俺は任された仕事をしているだけだ。彼女が理解していないだけで、俺の仕事はそれなりに重要だと思っている。経費削減しなくちゃいけないんだから、あんたを削減するわ。はあ、あんた陰気臭いからいらない。さっさと荷物まとめて会社から出て行きなさい。それは上司命令ですか？そうよ、あんたはクビ。ニヤニヤと笑いながら言ってくる彼女に、俺はため息を吐いた。じゃあやめます。二度とこのオフィスに入るんじゃないわよ。無能な社員を削除したんだから、これで経費が浮くわ。俺は特にあながうこともなく、荷物をまとめて会社を出た。え、退職？なぜ急に？赤井部長にクビだと言われたので。赤井さんに？まあ赤井さんの言うことなら仕方ないのか。上層部でもかな子の暴走を止められずにいる。まあ出向元がここより大きな会社だからな。雄一のことといい、仕方ないとはいえ強く言えない上層部にも困ったものだ。そしてその日のうちに俺は退職し会社を去った。黒田さん、帰ってきてください。うちには黒田さんが必要なんです。部長は俺たちが説得しますから。帰って携帯を見てみると、山のようなメールが届いていた。みんな営業部からのもので、内容は要約すると帰ってきてくれというものだった。とはいえ、クビになったものはどうしようもない。黒田さんがいなかったら私どうやって経営戦略立てていいのかわかんないです。わざわざ電話をしてくれた女性社員は泣きながらそう言ってくれた。
みんなの言葉は嬉しいよ。だけど、俺はもう解雇された身だからね。そんな。熱く信頼してくれるスタッフたちには悪いが、俺はすでに次の会社に目をつけていた。そのため、退職は変更せずに、スタッフたちに別れを告げた。さて、黒田くん、今大丈夫かな？ええ、実は俺の方からも連絡しようと思っていました。俺がある会社に連絡した後、すぐに雄一から連絡が来た。雄一は外回りに出ていたため、今回の事件を知らなかったらしい。みんなから話を聞いた。お前、本当に辞めるのか？ああ。次の会社は決まってるのか？ああ、ありがたいことにな。誠司、お前とは前職での付き合いだが、頼みがある。なんとなく、わかってる。雄一のことは話してあるから。ありがたい。本当に、よろしく頼む。ああ、わかった。あの会社を辞めて数ヶ月後。そろそろ時間だな。俺は高級料亭に来ていた。今日は商談のためにここに来ている。正直、今回の商談相手は俺にとって複雑な相手だ。そして、入り口の前で待ち合わせの人を待っていると。あれ？あんた、まさか。お久しぶりです。赤いかなこが現れた。俺の姿を確認したかなこは、にやりと笑った。あら、窓際の陰気くんじゃないの。にやついた表情のまま、いたけだかに声をかけてきた。こんなところで何してんのよ。まさか食事に来たとかないわよね。あんたがここで食事できるわけないもんね。そして、馬鹿にしたように言ってきた。そもそもさ、営業なのにパソコンの相手ばっかりしてる使えないあんたを拾ってくれるところなんてあったの？さらに馬鹿にしてきた。どうやら彼女はまだ知らないらしい。それはどうせ大した仕事じゃないんでしょ？説明しようと口を開くが、かなこは聞く耳を持っていなかった。かなこは馬鹿にした笑いのまま一方的に話している。仕事のできない無能がこんな料亭に何の用よ。わかった。この料亭の掃除係かなんかでしょう。ほんとダサいわね。っていうか、掃除のくせに相変わらずカッコつけて似合ってないっての。掃除じゃありませんよ。俺は仕事で。仕事っていうのはね、私みたいにバリバリ働いてる人が使う言葉なの。あんたみたいに無能がやるのは仕事じゃないわ。今日だって営業部長として商談に来ているの。パソコンしか相手できないあんたと違ってね。ペラペラとよく喋るな。いや、遅くなってすまないね。止まりそうにないおしゃべりに呆れていると声をかけられた。お待ちしておりました、長谷田部長。そこにいたのは、大手レストランチェーン、花咲飲食の長谷田部長だった。俺が長谷田部長に会釈すると、かなこは、はっと頭を下げた。長谷田部長、今回は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございます。相手が長谷田部長だと分かった途端、ペコペコと機嫌を取り始めるかなこ。その様子からも、会社にとってどれほどの商談なのか伝わってくる。やあ、赤井さん。今回はよろしくお願いしますね。それにしても、二人とも先についていたのなら、中に入っててくれればよかったのに。
にこやかに笑いながら、長谷田が俺に言ってくる。あ、黒田が関係者？頭を下げていたかな子が困惑したように顔を上げた。嘘、こんな陰気が？小さくつぶやくかな子は相当混乱している様子だった。さあ、入ろうか。はい。あ、はい。長谷田部長に促されるまま、俺たちは料亭に進む。それから料亭に入り、俺たち三人は個室に案内された。ちょっと、どういうことよ。そんなに急がなくても、すぐにわかりますよ。先頭を歩く長谷田部長に聞かれないように、小声で聞いてくるかな子を、俺は笑顔で受け流した。そして、個室に入って、店員がいなくなったタイミングで名刺を用意する。さて、先ほどの問いかけの答え合わせをしようか。こちら、私の名刺になります。俺が差し出した名刺を見て、かな子が目を見張る。そこには、花咲飲食調査室室長黒田誠二と書かれていた。先ほど、私を拾ってくれるところがあったかと聞かれましたが、あなたの大口取引先に拾っていただいたんですよ。笑顔で伝えると、かな子の顔はどんどん真っ青になっていく。あの会社を辞めて連絡したのはここにいる長谷田部長だった。長谷田には以前からお世話になっており、前々からお誘いを受けていたのだ。いやあ、よく来てくれたね黒田君。はい、よろしくお願いします。こちらこそ、優秀なことで噂の君に来てもらえて、こちらとしてもありがたいからね。頼りにさせてもらうよ。はい、全力を尽くします。そうして、花咲飲食に入り、前の会社同様、俺に任せられた仕事をした。それが認められ、順調に昇格したことで、今の室長という立場を与えられた。そんな、おや？どうかされましたか？いえ。長谷田部長の言葉に顔を真っ青にしたまま、かな子は首を横に振った。どうやら自分が無能とみなし、首にした俺が大手企業の室長になっていることが信じられなかったのだろう。嘘でしょ？無能の人気じゃなかったの？かな子は愕然としていた。そんな、どうしよう、どうしよう。加えて、自分が散々バカにして嫌なことを言ってしまった相手が商談相手。しかも、かな子の方が会社規模的にも立場が弱いという事実に気が遠くなりかけている様子だった。以前、自分が首にした時とは形勢逆転。さて、彼女の腕前を見せてもらおうかな。あの、それで、こちらの方はどうなっていますか？その、今回の商談で、かな子はいつものような饒舌な営業トークができないらしい。俺の方をちらちら見ていることから、先ほどのことがよほど衝撃だったらしい。結局、かな子はボロボロになって帰っていった。赤井さんとは知り合いだったの？随分君を気にしているみたいだったけど。かな子を見送った後、長谷田部長にかな子のことについて聞かれた。実は彼女に前の会社をクビにされたんですよ。陰気の無能だって。え？そこで、俺は長谷田部長に
前職でのことをすべて話した。なんということだ。赤井は失礼なやつだな。長谷田部長は自分のことのように憤慨してくれた。今回の取引だが、そんな失礼なやつと今後相手はしたくないな。担当者を彼女からチェンジしてもらおう。そうですね。チェンジしたら交渉継続ということにしましょう。ああ、そのように連絡しておこう。長谷田部長と二人で決め、前の会社にそう回答を送った。さすがに今回はうちの会社の方が上だから、何かしら処分は下されるだろう。黒田さん、聞いてくださいよ。それから、かな子のことを元同僚が教えてくれた。かな子の会社では上層部から、部長のお前が担当者チェンジされるとは何ということだ。と、彼女はそう詰められたそうだ。そこで、普段からかな子の横暴を我慢していた営業部スタッフたちが、ここぞとばかりに彼女の日頃の悪行を上層部に報告したそうだ。その中には、俺をクビにしてしまった経緯も含まれていた。それにより、関係会社の出向だからと思って、これまで強く叱責してこなかったが、さすがに、出向元にも報告させてもらう、と言われてしまったそうだ。その時の赤井部長の顔、顔面蒼白でしたよ。そうでしたか。教えてくれて、ありがとうございます。いえいえ、黒田さんにはお世話になりましたから。教えてくれた元同僚は、やっと解放されると笑っていた。それからしばらくして、元いた会社の上層部から連絡が来た。黒田くん、うちに戻ってきてくれないだろうか。そう打診されたのだ。何でも、営業部で俺がしていた仕事が再評価されたらしい。俺が辞めてから営業部の成績は明らかに落ちており、それで調査をしたそうだ。確かに俺は取引先の長期経営戦略、最近のトレンドをリサーチして担当営業に分かりやすく説明していた。そして営業戦略を作るアドバイスをしていたため、いつも PC に貼り付いていた。他にも取引先の財務状況を逐一チェック。売掛金が貸し倒れとならないようにコントロールしていた。あとは定時退社後は、いろんな取引先や未来の取引先の社員と飲み会をして情報収集。他社の隠れたニーズを引き出して、営業部員にフィードバックしていた。だから定時退社後を考えていつもいい服を着ていたし、大手他社への転職も簡単にできた。本当に大きな仕事をしてくれていたんですね。さすが引く手あまたで、あちこちから引き抜かれているエリートですね。そんなことはありません。まあおかげさまでいろいろな会社を見れますが、どうでしょうか。給料は倍以上出してもいいと考えているのですが。以前の倍となると結構高額だ。だが、申し訳ありません。彼女をあそこまでつけ上がらせて放置していた御社を信用できませんし、今の仕事も気に入ってますから。そう告げて、考え直してほしいという言葉を無視し、復職を断った。聞いたぞ。あの赤い部長が商談に来たんだって。俺たちにとって今の部長は長谷田さんだろ。おっと、失礼。そんな俺に真っ先に声をかけたのが雄一だ。雄一も俺がクビにされた時、花咲飲食への転職を決めた。それで俺より遅れてこの会社へ営業に入ったのだ。雄一はあの会社に長年勤めていたが、
かな子への対応で見限っていたらしい。自分が訴えても会社の体裁を守るなら、いっそ俺みたいに他の会社に行くのもと考えていたそうだ。そんな矢先、俺がクビになり、それがきっかけとなって花咲飲食へ来てくれた。ちなみに俺から話を聞いていた長谷田部長は即採用しようとしたそうだが、真面目な雄一はちゃんと面接をしてうちに入っている。そしてもともと営業として優秀だった彼は花咲飲食でもその腕を振るっている。黒田さん、聞いてください。落ち着いてください。河合さん、ある時元いた会社の部署の女子社員から連絡が来た。俺が辞めると知って泣いてしまった子だ。今でも俺を慕ってくれているらしい。黒田さんのやっていたリサーチ業務を引き継ぐことになったんです。それで教えてくれませんか？辞めた会社の業務内容を今さら引き継ぎするのも。お願いします。私、営業を何とかしたいんです。正直ためらう気持ちはあったが、河合さんの真剣な様子に俺は教えてあげることに決めた。それでここは？なるほど。それで彼女とは年も離れていることもあり、先生と生徒のような関係で改めて業務引き継ぎが行われた。なんだか本当に教師と生徒って感じですよね。そうですね。教え子がいたらこんな感じかなって思います。よろしくお願いしますね先生。俺にも教えてくださいよ先生。石川君までやめてくださいよ。たまに会って教えていると、元同僚の子も俺に会いたいと河合さんについてきた。彼は彼で俺の営業方法を学びたいと教えを請うてきた。多分この二人がいるならあの会社も大丈夫だろう。昔の俺のように積極的に学ぼうとする二人に俺は少しだけ安堵した。きっとこの二人ならかつての俺と雄一のようにいいタッグを組めると思う。それからかな子は出向元に平社員として戻ることになったらしい。しかし平社員の給与では派手好きで飲み好きのかな子の出費を賄えず、こっそり夜のお店でアルバイトをしていたそうだ。しかし出向元の会社では副業禁止。そのことが会社にバレて解雇処分になったそうだ。今は夜のアルバイトを転々としているが、性格が高飛車なのでお客がつかなくてあまり稼げていないという噂だ。ある意味因果応報なのかもしれないな。この間繁華街でボロボロになっているのを見かけましたよ。そうですか。まあ散々周りに苦労させていたんですから、今度は自分が苦労すればいいと思います。そうですよね。俺をクビにして自分がクビになって貧困生活を送ることになるとはあの時は考えもしなかったな。実を言うとかな子から連絡が来たことがある。渡した名刺を見て俺に連絡してきたらしい。あの花咲飲食で私を？無理ですね。そんなせめて佐藤さんに連絡を。あまりにも何度も連絡が来てうるさいので彼女の対応を雄一に押し付けた。申し訳ありませんが、俺はあなたのような人に興味もありませんし、はっきり言って嫌いです。俺にも俺の恩人にも今後連絡をしないでください。正直あなたの声など二度と聞きたくありません、とはっきり断ったらしい。それから何度か雄一に接触しようとしたらしいが、雄一自身は弁護士に連絡、接近禁止令を出され、もう
彼に近づけないようになったらしい。モテるのも考えものだな。モテたくてモテてるわけじゃないんだけどな。雄一とは、俺が転々としている頃、そのうちの一社にいた。当時彼には婚約者がいたが、交通事故で亡くしてからずっと独身を貫いている。そしてその頃から俺がどんな仕事をしているか理解している雄一は、俺にいろいろ頼ってくれるようになった。今では敏腕ベテラン営業として活躍している。一方俺は花咲飲食でもありがたいことに手腕を発揮させてもらっている。元の会社でもしていたようなリサーチ作業をより潤沢な予算でできるようになった。おかげで花咲飲食の貸し倒れ率が劇的に低くなったり、取引先のニーズをより細かく把握できるようになって、契約率が上がったりと貢献させてもらっている。やっぱり引き抜いて正解だったよ。君のおかげで貸し倒れ率は前年度の比じゃないよ。お役に立てて何よりです。それにみんな君を褒めていたよ。君がニーズを細かく把握してくれたおかげでずっと契約しやすくなったと話していた。そうでしたか。自分ができることをしただけですよ。いやいや、本当に君がうちに入ってくれてよかったよ。ちなみに元いた会社では、例の河合さんが俺のやっていた仕事を引き継いで立派にリサーチ業務を頑張っていると石川くんが教えてくれた。彼女のリサーチ能力は黒田さんの次にすごいんですよ。そうでしたか。確かに教えたらどんどん吸収していってましたし、俺も彼女に負けてられませんね。石川くんもいいライバルとして張り切って契約を取っているらしい。お互いいい刺激になっているようだ。そして彼女のリサーチのおかげで営業部もなんとか持ち直してきているとのことだ。河合さんはすっかり誠治の弟子だな。やり方がそっくりだ。そういう雄一だって石川くんに教えてただろ。まあな。俺が河合さんに教えている間、時間が合えば雄一も石川くんにいろいろアドバイスをしていた。いよいよ世代交代か。かもしれないけど、違う会社だからまだしばらくはライバルかな。確かに負けられないな。派手な仕事は外から評価しやすいが、一見それとわからない縁の下の力持ち的な仕事も組織の発展には欠かせないものである。営業で多くの契約を取る人もいるが、その裏で事務の人々が支えてくれていたり、オフィスや多くの人たちが使う場所を清掃員の人がきれいに片付けてくれたり、いろんな役割を担う社員がいてこそ組織は成長できる。誰がどこでどんな風に仕事に関わっているかはわからないかもしれない。だが決めつけずにきちんと向き合って知っていく。特に上に立つ者はそのことを忘れてはならない。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。大変、料理長がどうするの。もう到着するって連絡が。騒然とする厨房。たまたま俺は旅行中で風呂上がりに前を通りかかっただけなのだが、どうにも大変らしい。あの、どうしたんですか。料理長がって聞こえたんですけど、お手伝いしましょうか。厨房内は軽くパニックになっていて、どうにも判断がつかないらしい。外を見ると大きな高級車が到着し、身なりの綺麗な男が旅館に入ろうとしているところだった。
どうやら事態は一刻を争うらしい。大丈夫ですよ。俺、こういうものです。軽い気持ちで手伝いに入ったが、まさかここでこんなことになるとは思っていなかった。俺の名前は鈴木健吾。実家の料理屋、割烹鈴木の見習いとして働いている。この店は祖父の代から始まって、俺は三代目として、高校を卒業してすぐに見習いになった。初めて包丁を握ったのは4歳の頃。もともと祖父と父の料理が好きで、子供の頃から厨房に遊びに来ては、祖父に料理を教わっていた。二代目だった父もそれを見て、ニコニコしてくれていたし、家での料理担当はもっぱら俺だった。健吾ならすぐお父さんと二郎さんのお店継げちゃうわね。まだまだ練習はいるけどな。上出来じゃないか。うん。この前教えた飾り切り、まだちょっと不器用だけど、ちゃんとできているね。料理が苦手な母は手放しで褒めてくれるし、父も祖父も俺の努力を認めて褒めたりダメ出しをしてくれていた。おかげで俺はどんどん料理が好きになり、どんどん料理の腕も上げていった。しかし祖父は中学に上がる前に、父も中学の途中で亡くなってしまった。今は父の一番弟子だった高木さんが三代目代行、料理長として店を守ってくれている。俺は早く独り立ちして、父と祖父の店を守らなければと、高校も調理の専門課程のある学校に入学して、卒業後すぐに店で見習いとして働くことを決意したのだ。高木さんの指導は、それはもう厳しかった。父の弟子だった頃から、科目で少し苦手な人だとは思っていたが、高木さんのもとに弟子入りとなると、ますます厳しい人だった。二郎さんの息子だからといって甘やかしたりはしない。そう言って俺の手元を黙って睨むように見つめる高木さんが、俺は怖かった。少しでも間違えようものなら、違う、やり直し、と完成にすら至らない残骸が積み上がっていく。なんなら今包丁を握らせてくれているのが奇跡というほどだ。最初の高校在学中もバイトという形で高木さんに教えてもらっていたが、学生のお前に教えることなど何もない、と一蹴され、皿洗いの一年間を過ごした。次の年からはものすごい量のノートを渡され、この店の帳簿と顧客のノートだ。継ぐならすべて完璧に叩き込め、と接客や経理などを父の代から店の事務をしてくれている中野さんに教わりながら、一年かけて経営を学んだ。そして三年目。これは初代と先代が日々書き溜めたレシピだ。隅から隅まで読み、寸分たがわず頭に叩き込め。と言われ、それらを読み漁る一年。しかしなかなか包丁は握らせてもらえず、覚えたレシピをもとに、高木さんの指示する料理に必要な品出しと発注をしていた。何かと理由をつけて包丁を握らせてもらえない高校3年間だったので、その鬱憤を晴らすように、授業では黙々と練習をした。おかげで常に調理科目は首席だったし、それだけだと高木さんに叱られるので、ついでに全教科での首席を目指した。お前は二郎さんの息子で、幼少から料理を初代に教わってただろう。たかだか学校の調理科で首席を取ったからなんだ。そんなものは当たり前だ。どうせ自慢するなら全教科でやってこい。そう言われてからは、勉強にも手は抜かなくなった。高校を卒業してやっと包丁を握らせてもらえるようになったのだ。まずは食材を切ってみろ。基本的な切り方から飾り切りまで一通り自信はあった。しかし、ここ、大きさにばらつきがあるぞ。これは薄さが均一でない。やり直せ。何十回かわからない不合格を受け、半年かかってようやく次に進めた。こんな調子でなかなか料理らしい料理はさせてもらえず、一品作るのに2年近くかかった。料理を作れるようになっても、ひどい時は口にすらしてもらえないこともある。お前、これを本当に自信持って出せるのか？こんなもの料理とは言えない。お前は子供の頃に何を見ていたんだ？二
次郎さんの息子だからと過大評価していたようだな。お前は料理に向いてない。などとありがたいお言葉をもらった。正直厳しすぎると思うし、何度も心も折れかけていたが、それでもこの店を継ぎたい一心で努力を重ねた。見かねた母が、高木さん、健吾の何がいけないかしら。私は美味しいと思うのだけれど。とフォローしてくれるのだが、すべてですよ。何がいけないのか分かっていないところもすべて。ご子息が可愛いのは分かりますが、店を守りたいなら甘やかさないでください。このままでは、いつまで経っても健吾に店は返せない。ピシャリと言い切られ、母と目を見合わせた。高木さんは俺たちから店を乗っ取ろうとしているのではないかとすら思っていた時期もあった。母さん、絶対に俺が店を継ぐから。泣きながら母に誓ったこともあった。絶対に高木さんをうならせると、一挙手一投足を徹底的に観察し、その技術を盗もうと努力したし、高木さんが帰った後の自主練も欠かさなかった。健吾、お前最近行き詰まってるな。たまには羽伸ばしてこい。ある日高木さんはそう言って、俺に旅行券をくれた。たまたま知り合いにもらったが、お前は無能だから、俺が店を開けるわけにはいかない。たまにはお前のストーカーのような視線から逃れて、のびのび料理したいしな。そう言って連休とともに、宿のパンフレットと宿泊券をくれたのだ。そこは離島の綺麗な旅館だった。泉質のいい温泉と、手の込んだ創作料理が自慢らしい。確かに最近行き詰まっていたし、温泉と美味しい料理でリフレッシュしよう。たまには違う土地で料理を食べるのもいい刺激になるだろう。俺は素直にその旅行券を受け取り、ワクワクしながら荷造りをした。うおぉ、綺麗な島だな。フェリーに乗って離島に着くと、それはもう綺麗な島だった。朝早くから来た甲斐があったなと思いながら、旅館に足を運ぶ。鈴木様、お待ちしておりました。綺麗なおかみさんが出迎えてくれて、部屋に案内してくれる。こじんまりとしているが、綺麗で全体的に上品にまとまっている。高木さんのお知り合いなんですってね。今日は19時頃、少しお騒がせしてしまうかもしれません。よければその時間は、温泉でゆっくりしてくださいな。と、おかみが申し訳なさそうに教えてくれる。このおかみは、高木さんの同級生のようだった。議員の立花藤次郎が今日はここに夕食を取りに来るらしい。お国のお偉いさんがわざわざ足を運ぶほどうまい料理なのかと期待を膨らませる。丁寧に館内と島の案内をしてくれ、夕飯までしばし島内を散策することにした。サラサラの白い砂浜に透き通る海。さすがにまだ海に入れるような季節ではないが、この綺麗な海に潜るのも楽しそうだ。一通りの散策を終え、少し早めの夕食に舌包みを打つ。この飾り切り見事だな。この食材をこんな風に調理するのか。などと、料理一つ一つが目にも楽しく、味も最高で、食事をしながらも写真とメモを取る手が止まらない。こういうところは料理人の差がだな。まだ認めてなんてもらえてないけど、これは明日の朝食も気になるなと満足しながらごちそうさまと手を合わせ、今度は温泉に向かおうと思い部屋を出る。すると何やら厨房が騒がしい。料理長、大丈夫ですか？これどうする？どうやら料理長に異変があったらしい。するとおかみがやってくる。何を騒いでいるのですか？まもなく立花様がいらっしゃいますよ。凛とした声で、ちょっとしたパニック状態の厨房を収める。おかみ、料理長が倒れてしまって、どうしましょう。奥を覗き込むと、男が一人倒れており、若い女の子が涙目になりながらその方をゆすっていた。なんてこと。ひとまず料理長は仮眠室に寝かせて、なるべく静かに救急車に来てもらって。今日の料理はどうなっていますか？おかみの指示に男の子が二人がかりで料理長を抱え運び出す。それが、
まだ下処理の段階で。おかみの顔がさっと青ざめる。仲居の一人がおかみの耳にそっと耳打ちをすると、ついにおかみは頭を抱えた。窓から外を見ると、大きな高級車が旅館の前に止まっていた。おそらくその立花という男が到着したものだろう。よければ俺手伝いましょうか。おずおずと手を挙げる。はっとおかみがこちらを見る。そんな、お客様にそんなことをさせるわけには。いえいえそんな。俺、高木さんの弟子です。割烹鈴木の料理人なんですよ。店の名前を出すとおかみは。まあ、高木さんたらそんなことはおっしゃらなかったわ。と少し考えた後に。じゃあ、申し訳ないのだけれど、お願いできますか？と、おずおずとお願いをされたので、俺は力強くうなずいた。今日の予定していた献立って見せてもらえますか？若い女の子が慌てて献立表を持ってくる。俺が先ほど部屋で食べたものと大体同じだ。少し一品料理が追加はされているが、そう難易度は高くないものだった。先ほどたくさん料理の写真とメモを取っていてよかった。わあ、すごいですね。こんなにたくさん写真とメモを。すごく美味しかったですよ。今後の参考になるかと思って、写真もメモも気づいたらたくさんになっていました。と、雑談もほどほどにして、おかみが持ってきてくれた割烹着を着て厨房に入る。料理長、包丁をお借りします。ざっと厨房に目を通し、下処理が大まかに終わっているのを確認して調理に取り掛かる。最初はぼーっと俺の作業を見ている従業員たちだったが、指示を出すとテキパキと動いてくれた。おかみはさりげなく時間を稼ぎつつも、手早く料理を運んでくれる。何とも言えない顔をした立花に不安が隠せないようで、そわそわとしている。黙って一通りの食事を済ませると立花は、おかみ、今日の料理はいつもと違うね。おかみはうつむく。いや、怒っているわけじゃないんだ。これは割烹鈴木の味だろ。いつもの料理長、須藤君はどうした。表情を和らげた立花は言った。実は直前に須藤が倒れてしまいまして、たまたま本日ここに宿泊されている方が割烹鈴木の料理人ということで手伝いを申し出てくださったのです。そうか。と立花は少し考えると、おかみ、お礼が言いたいのでその料理人を呼んではくれないか。失礼します。本日の調理をさせていただきました鈴木健吾と申します。頭を下げて立花の待つ部屋に入る。君か、この料理を作ったのは。大変素晴らしい料理だったよ、須藤君。ここの料理長の料理を食べに来たつもりだったので少し驚いたがね。ははは、と豪快に笑う立花に俺は少し面食らった。いやね、私はかつて割烹鈴木によく通っていたんだ。先代の次郎さんにも大変お世話になったよ。え、父ですか？必死に頭をフル回転させて叩き込んだ顧客リストを思い出す。当時は斎藤という名で通っていたよ。私は婿養子なんだ。斎藤藤次郎。確かに顧客名簿にその名の覚えはある。父がたくさんメモ書きを残していて、あ、活汁をよく召し上がられた。私は今でこそそれなりに流しられるようになったが、昔はなかなか苦労してね。長い下積み時代に次郎さんによく相談や愚痴なんかも聞いてもらっていたんだ。いつしか次郎さんは選挙が近くなると願掛けだと小さな活汁を振る舞ってくれるようになってね。こうして今の私がいるのは次郎さんのおかげだと報告する前に言ってしまったよ。立花はうっすらと目に涙を浮かべていた。次郎は私の父です。父のことをそんな風に言っていただけで光栄です。俺は泣きそうになりながら頭を下げた。そうか、君がご子息か。次郎さんは将来有望な息子がいると
家に帰ったら息子の料理が楽しみだといつも自慢げでね。次郎さんの言う通り立派なご子息だ。この味を必ず後世に伝えてくれよ。そうして俺たちは固い握手を交わした。近々また割烹鈴木にも顔を出さなくてはなと笑顔で立花は帰っていった。あなた割烹鈴木の跡取り息子だったのね。今日は本当にありがとうございました。おかみはほっとした表情で胸をなで下ろす。いえ、こちらこそ。料理長の味に寄せられず申し訳ない。バレちゃいましたね。いいのよ。結果として立花様は満足して帰られたし、いいお話も聞けたしよかったわ。お礼と言ってはなんだけれど、これからも時々島に遊びに来てくださいな。歓迎します。そう悠然と微笑むおかみはとても綺麗だった。俺は赤くなった顔をごまかすように、あ、温泉入りそびれたらもったいないと慌てて浴場へと向かう。翌朝、少し朝寝坊をして朝食を堪能していると、失礼します、と壮年の男が入ってきた。料理長の須藤です。昨日はご迷惑をおかけしました。本当にありがとうございました。とお礼を言われ思わず、いえ、こちらこそ、いい経験になりました。この朝食も、昨日の夕飯もとても美味しかったです。と、的外れなことを言ってしまい、少し料理の話で盛り上がった。須藤との会話は勉強になったし、この休暇は有意義なものになったなと、心の中で高木さんに感謝をする。休暇が明けて出勤すると、相変わらず高木さんは不愛想だった。休暇、ありがとうございました。有意義な旅になりました。お土産を渡しつつ簡単に島での出来事を報告する。立花藤次郎だと？パッとこちらを振り向いた高木さんの目には、みるみるうちに涙が溢れ出し、ついには泣き崩れてしまった。そうか、立花先生になったんだったな。ひとしきり泣く高木さんを、俺はただただ見つめることしかできない。言語、今まで随分辛く当たってきたな。本当にすまなかった。高木さんはゆっくりと頭を下げる。俺はな、お前を次郎さんを超えるほど立派な料理人に育て上げることが俺の使命であり、お前の親父との約束だったんだ。そう言うと奥から包丁セットを一つ取り出して俺に渡してくれた。これはお前の親父のだ。お前が一人前になったら渡すように言われてたんだよ。俺は恩返しもままならないまま、師匠を亡くしちまったが、ちゃんとできただろうか。お前の親父は本当にすごい料理人だ。厳しく俺も育ててもらった。そんな次郎さんの味を絶対に絶やしたくない。見込みのあるお前をきっちり一人前にしてやりたい一心で、かなり厳しい当たり方をしたと思う。本当によく頑張ったな。こぼれる涙を指で拭いながら高木さんは続ける。立花藤次郎って斎藤の坊ちゃんだろ。ちゃんと議員さんになれたんだな。あの人は俺が次郎さんに弟子入りする前、初代の時からうちに家族で通ってくれてんだ。長男坊も確か議員のはずだよ。そうか、婿養子で名字が変わってるのか。懐かしそうに顧客名簿を開く。そこには見覚えのある祖父と父の字でびっちりと書かれたメモ書きが残されていた。次郎さんが亡くなってパッタリと足が遠のいていたんだが、そうか、うん、あの坊ちゃんが認めたなら俺はもう何も言えない。お前は立派なここの三代目だよ。そうにっこりと笑って俺の頭をくしゃりと撫でた。俺はつい、いろんな感情がこみ上げて泣いてしまった。その様子を見た母は、ふふ、あなたたち兄弟みたいね、と微笑んで、さあ、そろそろ開店の時間よ、と手をたたいた。そしてそれから一週間も経たないうちに、立花藤次郎も店に足を運んでくれた。いらっしゃいませ、立花様。俺は深々と頭を下げて出迎える。母、
嫌だな、堅苦しい。あの日約束したじゃないか。ニコニコと微笑んでいくつか料理を注文する。そして最後には小さなカツ重を頼んだ。ああ、懐かしいな。私はこのカツ重に何度も励まされ、心を救われたんだよ。そうニコニコと笑って、満足そうに帰っていった。陰から高木さんもその様子を眺めて、やったな、あの活獣を褒められるなんて相当だぞ、とバンバン肩を叩く。嬉しさと肩の痛みに少し涙が出たが、これで俺に自信もついた。これで胸張ってここの三代目を名乗ることができる。ケンゴ、 This is really delicious. What kind of food? あれから数年の月日が経ち、俺はアメリカ・ニューヨークで割烹鈴木を開いていた。日本の割烹は再び高木さんに預けている。俺はここでさらなる料理の修行とともに、俺の大好きな割烹鈴木の味を世界に広めたくて海外進出を決めた。健吾くん、海外進出をするつもりなのか？はい、この味は日本だけにとどめるのはもったいないかと。この店は高木さんもいますし、このカップを鈴木の味をベースにした創作料理も考案してみたいと思いまして。俺はあれから年に2回はあの離島を訪れ、すっかり須藤の創作料理の虜になっていた。須藤はもともと和食の料理人だが、ホテルシェフとして中華やフレンチ、イタリアンなども経験して、このような創作料理に落ち着いたのだという。その話を聞いて俺は、海外進出すれば、割烹鈴木の味も海外で食べてもらえるし、通用するかの確認もできる。おまけにその土地の郷土料理なんかも取り入れて、その店舗限定のメニューなども考案したら、面白い料理が作れるのではないかと、俺は考えたのだ。なるほど。確かにそれは面白いな。最初はどこにする？私にぜひ出資させてはくれないか？俺の意見を聞いて立花はものすごく乗り気で、第1号店はこのニューヨークにと丸々出資してくれたのだった。海外出張の楽しみができたな。ニューヨークが成功したら今度はパリに頼むよ、とちゃっかり楽しんでいる様子で、これに頭を抱えた高木さんは、ちょっと待ってくださいよ、この店はどうするのさ、とあたふたしていた。ニューヨークの店も軌道に乗り、料理人さえ育てれば立花さんの次の希望、パリも出店できそうだなと考えている頃には、ニューヨークの割烹鈴木はかなりの人気店で、ここの料理を食べて日本の店にも行きたいと、日本にも足を運んでくれるお客も多かった。ケンゴ、お前のせいでこっちの店は大変だ。外国人の予約も多くて、英語の勉強する羽目になったじゃねえか、と時々国際電話で高木さんの悲鳴が聞こえてくる。今はホールスタッフに近くの外語大の学生をアルバイトとして雇っているようだ。これはいよいよパリに出店させないとな。そして俺は何年もかけて世界各国で料理人を育て、どんどん海外に割烹鈴木を拡大していった。そのすべての店舗に立花さんは顔を出し、海外出張のたびにうちで食事をとってくれるようになった。純粋な割烹鈴木もいいが、海外の鈴木は健吾くんの創作料理が楽しくてね、ついつい足が向かってしまうよ。最近海外での会談がとても楽しみなんだ。ありがたいことに国際会議などでもうちを使ってくれるようになり、各店舗お偉いさんの御用達になれている。それもこれも俺の指導についてきてくれる現地の料理人たちのおかげなのだが、何とも言えない充実感に俺は胸を躍らせた。久しぶりの日本だな。どの店舗もおおむね俺の手が離れたタイミングで久しぶりに日本に帰ると、空港に母と高木さんだけでなく立花さんも迎えに来てくれていた。お帰りなさい、健吾。久しぶりの再会に込み上げるものがある。昔と変わらない母の微笑みに笑みがこぼれた。おい健吾、やっと帰ってきたな。三代目はいつになったら店に立つんだ。みんな待ってるぞ。
少し老け込んだ高木さんが俺の肩を叩く。ちょっと痛いが、これすら懐かしく思えた。立花さんだけは、久しぶりって感じしないんだよな。ふふ、君のおかげで階段も話が和やかに弾むんだ。本当に出資してよかったよ。ニコニコと笑う立花さんに、俺は密かに戦友のような絆を感じていた。よし、久しぶりの日本だ。また一から頑張るぞ。そう意気込んでカップを鈴木に帰る。常連みんなお前を待ってたんだ。凱旋記念やらないとな。と、昇魂たくましく高木さんは筆を取る。母を笑いながら、あなたが海外で頑張っている間、本当に大変だったのよ。まず海外のお客様がぐんと増えたわね。すごい時には外国人のツアーの団体の予約が入るのよ。俺は思わず目を丸くした。ほんの思いつきで規模を大きくしていたが、そんなことになっていたなんて。そうするとね、今までのお客さんが少しびっくりしてしまって、高木さんはそんなお客様を話さないようにいろいろ頑張ってくれたわ。母にそう言われて高木さんを見るとそっぽを向いて、一人前になってお前も応援したいが、一番守りたいのは次郎さんの店だからな。と、まだ黙々とお客さんに宛てた手紙を書きに戻った。高木さんって本当に筆まめでね、綺麗な字でお手紙を書くのよ。そう言われて店内を見渡すと、ところどころに綺麗な毛筆で外国人に向けた注意書きや、常連に向けた紙が貼られていた。俺がいない間も柔軟に店を守ってくれた高木さんには本当に頭が上がらないな。そうぼんやり考えていると、お前ずいぶん楽しそうだったな。俺も行きたくなったぜ。とこちらをちらちら見ながらあからさまな独り言を言う。プッと俺を思わず吹き出して、そうですね、次は高木さんの番ですね。一年くらいかけて全店舗回ってみますか?と提案した。高木さんは顔をパッと明るくして、いいのか?と上機嫌だ。はい、ここまでこの店を守ってくれてありがとうございました。そろそろ地に足をつけて、父さんとじいちゃんの形見をこの手で俺が守らなきゃ。頭を下げる俺に、母と高木さんは顔を見合わせた。数日後、常連さんをみんな招待して、俺の凱旋と高木さんの壮行会を行った。たくさん海外からのお客様に戸惑いもあったでしょうが、ここまで当店をご愛顧くださりありがとうございます。代行に代わり、三代目の私が今後は先代や初代の味をここで守っていきますので、今後とも変わらぬご愛顧を何卒よろしくお願いいたします。盛大な拍手に包まれて、俺はより一層気合が入る。高木さんを送り出し、通常営業に戻ると、何人か海外の店舗の常連さんの顔も見られた。ケンゴ、日本帰った聞いて遊び来たよ。ここに来るために日本語を勉強したらしく、覚えたての片言の日本語での挨拶に頬が緩む。I can speak, so English is fine. それじゃつまらないの。と、頬を膨らませる海外の常連に、カップを鈴木の味を世界に広げたくてがむしゃらだったけど、こうして日本にまで足を運んでもらえるようになってよかったなと、報われた努力に俺はしみじみとした。いかがでしたか?チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。